国会にウクライナ無人艇ロシア国防省が激鎮と発表ロシア南部クラスノダール地方の国会沿岸主要港ノボロシスクが9月5日未明ウクライナから無人艇の攻撃を受けた地元当局が明らかにした同地の住民が投稿した映像には海上から発砲されたとみられる功績が捉えられているロシア国防省は2隻の無人艇が 破壊されたと発表したがが無人艇の標的が何だ、っったたのかかかは明らかにしなかったその一方でロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島に隣接するノボロシスク当局は5日未明、無人艇攻撃の可能性について地元住民に警戒を呼びかけていたというこの無人艇攻撃でノボロシスクの外水浴場は閉鎖され 海沿いの道路が7キロにわたって交通規制されたそれが中国流のやり方だ北極圏でひそかに進む軍民療養研究の実態ロシアとの接近核持ち込みの懸念も世界各国に開かれたノルウェーの研究拠点では軍事目的の研究は禁止のはずだが北極圏パワーゲームに割り込んだ中国の真の目的とは 北極圏に夏が訪れスピッツベルゲン島周辺の海氷が溶け出すとこの島にある石造りの獅子像に守られた建物がにわかに活気づく北極海に浮かぶスパールバル諸島の最大の島スピッツベルゲン島北部の旧炭鉱町のニーオルスンは今では世界中の科学者が利用する極地の研究拠点になっている 中国の高河基地は今年新型コロナウイルスのパンデミック以降では最多の50人ほどの研究者を迎えるその一部はここで越冬すると見られる中国本土と北極圏は最短距離でも約1500キロ離れているだがアメリカとその同盟国に対抗する超大国となった今中国は北極圏に並々なならぬ関心を寄せているようだスバールバル諸島は NATO 加盟国のノルウェーの領土だが中国の戦略的パートナーであるロシアにも近い各国の研究者に開かれた国際的な研究拠点であるスバールバルは北極圏における西側陣営と中ロのせめぎ合いを映し出している本市の調査でこの島で運用されている中国の研究施設は中国の防衛関連機関の一部であることが分かった。 この島では国際的な取り決めで戦争のような目的の研究を行うことは禁止されている中国の施設がデュアルユース軍民療養研究に使われているのならルール違反の疑いがある中国の防衛関連の航空宇宙企業がスバールバルにある衛星データ受信基地を利用していることも調査で分かったこれも違反の疑いがあるノルウェーはこの受信基地を もっぱらまたは主として軍事目的に利用することを禁止しているからだ本市は中国が密かに進める影響力拡大の試みを追って南太平洋の島々やカリブ諸島さらにはアメリカの中心部でも調査を行ってきたアメリカと NATO の同盟国に近い北極圏は戦略的に極めて重要な新しいフロンティアだ地球温暖化に伴い 新たな海上輸送路が開かれるとともに氷の下に眠っていた海洋資源の開発が可能になり経済的な重要性も高まっている研究拠点としては民生用だけでなく深海から宇宙空間までカバーする防衛体制構築のための研究技術開発にとっても唯一無二の重要性を持つ極地安全保障は国家安全保障の一部をなすと 中国政府は明言している私たちは中国の参入を全く予想していなかったと米コーネル大学のグレゴリー・ファルコ教授航空宇宙技術は言う新山プレーヤーの登場で北極圏の緊張は一段と高まりつつある中国政府は北極圏での自国の活動は平和的なものだと主張しているノルウェーの首都オスロの中国大使館広報部は 本市のメール取材にこう回答した。軍民療養研究を行っていると関係国が騒いでいるが根拠はゼロだ自分にやましいところがあるから他者を疑う式の言いがかりではないかだが米政府は北極圏における中ロ両国の動きを警戒している米国務省が1994年に閉鎖したノルウェー領北極圏の出先機関を昨年再開したのも 対抗措置の一環だろう今年3月には米国と安全保障省の科学担当の高官がスバールバルを訪れたノルウェー政府は5月に文書を発表しスバールバルにおける主権を改めて主張軍民療養研究のリスクを指摘し一部の国の活動に懸念を示したが国名は挙げなかったノルウェーのアイビンバード・ペーテルソン外務副大臣は本市に対し スバールバルでは外国の軍事活動は一切禁止されているそのような活動をすれば我が国の主権を侵害したとみなされると語った軍事研究に特化した実態隠す中国はこうした規制に異議を唱えたことがある中華民国時代の1925年に加盟したスバールバル条約を盾にこの諸島における研究調査の自由を認めようと ノルウェー政府に迫ったのだノルウェーは気候など自然科学と一部の文化遺産の研究に限り外国人研究者の活動を認めるという立場を崩していない白夜の季節が終わり4月末に中国人の先発組3人が甲賀基地に到着した基地を率いるフー・チョンイーは国営英字誌チャイナ・デイリーに自分たちの任務は雪氷学 地上と海洋の生態学、宇宙空間物理学分野の研究と運用調査だと語った宇宙空間物理学は中国電波電波研究所 CRIRP が力を入れる分野だノルウェー政府スパールバル研究管理部門 RIS の公式サイトは CRIRP が2030年までスパールバルで取り組む2つの研究を紹介しているが CRIRP の名称だけでは組織の実態はわからない本氏は CRIRP が中国最大の国有の軍用エレクトロニクス複合企業中国電子鍵集団 CETC 参加の研究所であることを突き止めたこの研究所は CETC 内では第22研究所と呼ばれているが公式サイトに掲載された写真などから CR-IRP でであることが確認できたそれによれば第22研究所は1963年に軍事目的で設立され水平線の向こうの物体を捕捉できる超水平線 OTH レーダーの国産化に向けた技術開発をリードしてきたという昨年創立60周年の記念式典でチェン・シンユイ所長は 軍事力の強化を主要な研究目標の一つに挙げたチェンは研究所の党組織を率いる党書記も兼務している CETC のウェブサイトによれば習近平国家主席がトップを兼務する党中央軍事委員会も他の軍事機関とともにこんな祝賀メッセージを送って称賛した軍需産業における主要な責任を堅持し中国の国防近代化と 総合的な国力向上に重要な貢献を果たした安全保障関連の公開情報の収集・分析サイトデータビス米オハイオ州や本市の調査によると CRIRP は人民解放軍の13の部隊と協力している例えば海軍92941部隊とは海洋環境における視覚領域でのレーダー探知について 中央軍事委員会連合参謀部61191部隊とは宇宙目標監視レーダーについて協力した RIS のサイトに掲載された研究内容によると CRIRP は宇宙天気オーロラ電子を含む大気圏と電離圏の観測を行っているいずれも攻撃目標の補足追尾特定に重要なデータだと専門家は言う 次は、ウクライナ無人艇による攻撃のニュースです。クルスク越境攻撃成功東部でロシア軍前進せず、ウクライナ総司令官ウクライナ軍のシルスキー総司令官は、ロシア西部クルスク州への越境攻撃は成功しているとの認識を示した。また、ウクライナ東部の戦況について、ロシア軍は過去6日間にわたり、重要地域で前進していないと述べた。 シルツキー司令官は5日に放映された米 CNN のインタビューで過去6日間ロシア軍はウクライナ東部ドネツク州でポクロフスク方面に向けて1メートルも前進していないと指摘我々の戦略は成功しているとしクルスク越境攻撃は軍だけでなくウクライナ国民全体の士気を大きく高めたと述べたこのコメントはウクライナのクルスク越境攻撃は失敗したとする 4日ののプーチン大統領の発言とは対照的だ。ウクライナのゼレンスキー大統領も同日夜のビデオ演説でウクライナ軍はクルスクで陣地を維持しており連日の作戦がロシアがこの戦争に負ける可能性があることを世界に対して証明していると述べた。